とですね、今回こういった質問いただきましたので、ちょっとYouTube のテーマとしてですね、動画を撮っていきたいと思います。ペコさんは常に最新の情報を収集し、チャレンジをたくさんされていると思いますが、そうですね、もうめちゃくちゃチャレンジしてますね。で、今、8月6日の夜中の3時、コワーキングスペースにいるんですけど、夜中の3時ですね、今。コワーキングスペースにいるんですけど、まあ、情報収集はどのようにされていますかと、ツイッターが多いですか、インターネット上にあるたくさんの情報の中から、これはマネタイズできそうだなとか、判断基準みたいなものがあるのでしょうか。ご教示いただけるとありがたいです。よろしく、こちらこそありがとうございます。まずですね、まあ、今からフリートークっていう形で、まあ、頭に思いついたことを喋っていくんですけども、そうですね、一応僕はかなりチャレンジはしてますね。なんか一つのジャンルで50万とか100万とか、多分頑張ればいけると思うんですけど、それよりもいろんなジャンルで10万ずつ稼いで、50万とかの方が結局リスクヘッジにもなりますし、いろんなスキルが覚えられるんですよ。例えばブログで稼いだライティング、 YouTube だったら動画編集、サムネとか、物販だったら安く買って高く売るとか、そんな感じでいろんな知識、経験、スキルが身につくので、僕はどっちかっていうとお金っていうよりも自分の成長であったりとかスキルとかが身についた方がお金以上の価値があると思ってるんですよね。そう、お金以上の価値があるからこそ、ただ情報を収集してチャレンジをしているだけになるわけなんですよ。だってそのお金以上の価値があるってことは、今一文無しになっても今までのそのいろんなマネタイズした経験があればすぐ復活でできるじゃないですか。まあそれと一緒で。で、情報収集はどのようにされていますかってことなんですけども、まあそうですね、もともとは YouTube でした。 YouTube、 とにかくもう YouTube っていうのは僕の中ではその時間潰しの道具ではないんです、なかったんですよ。最初の方は時間潰しの道具でした。まさに音楽聴いたりとか PV 見たりとか、あとはなんかそうですね、まあ例えばテレビの違法ダウンロードとか昔よくあったじゃないですか、アップロード。だからテレビ多分見たりとか、まあでも音楽ですかね、ほとんど音楽聴いてましたね。なんか本当にスラムダンクのメドレー集みたいなこととかずっと聴いてた時ありますね、謎に。パソコンしながら。もう本当に今思ったら時間の無駄だったなって思うんですけども、まあとにかく最初は YouTube で情報収集をしていて、やっぱりその時は右も左もわからない状態だったので、まあ、とにかく YouTube でビジネスとか副業とかマネタイズとかなんかそんなことを検索して、気になった商品をひたすらチャンネルと、あ、商品、あの気になったチャンネルをとにかくチャンネル登録して、まあ、とにかく聞きまくったってことですかね。で、例えば50個ぐらいチャンネル登録しとけば、毎日ですね、やっぱり5、まあ、8チャンネルぐらいですね、新規動画が出てくるので、まあ、結局毎日8チャンネル、8動画聞くことになるじゃないですか、勉強系の動画。で、仮に1つ10分ぐらいだとしても80分、いや1時間半ぐらいですね、毎日勉強できたわけになるわけなので、まあ、そりゃ毎日1時間半ですね、YouTube で勉強系のお話を聞けば、まあ、そりゃ1年後ですね、考え方変わりますよねってことなんですよ。そう、それがまさに情報収集でしたね。で、そこで気になっていたことをですね、フレーズで言うじゃないですか。今インスタがいいよとか、なんちゃらがいいよみたいなことを言った時に、じゃとにかくそこに対してまたそのキーワードで YouTube とかで検索かけるんですよ、Twitter とか。で、そこから情報収集して、で、これいけるなと思ったら、まあ、とにかくチャレンジする。もういけるなとかはすみません、いけるなとかじゃなくて、自分が興味あったものですね。自分が興味あったもの。なんかこれ楽しそうだなって思ったらやってみるっていう形ですね。で、最近は結構ツイッターで情報収集してます、逆に。まあ、何の逆かわかんないですけど、ツイッターですね。最近はツイッターと Tips とブレインとノートをとにかく、例えば新着順とか、例えばその、まあ、トップセールス順とかで見たりとかすると、まあ、ある程度情報っていうのは落ちてるんですよね。今これが熱いとか。で、あとはとにかくツイッターで、まあ、気になる人をですね、フォローしといて、で、その人たちを追っていくみたいな。まあ、今だったらその、まあ、AI 関連ですよね。AI 関連系のフォロー、アカウントをフォローしていったりとか、あとは YouTube の、ゆっくり系とか、そういったのを興味あるのでフォローしたりとか、
まだ普通に物販の情報を流してる人をフォローしたりとかしていくので、まあ、基本的にですね、YouTube と一緒で新着のツイートが出るわけですよね。新着の情報が。まあ、それをとにかく毎日新着の情報が出るから、それにただ合わせて情報を見ているだけなんですよ。まあ、どっちかっていうと向こうからです。テレビと一緒なんですよ。テレビってこっちが何も考えなければ勝手に流れてるじゃないですか。それを情報に置き換えてるだけなんですよ。で、その情報に置き換えることによって、テレビだと何もプラスにならないんですけど、自分が興味ある情報を勉強したい情報に置き換えることによって、それを新着コンテンツとしてアップされた時に、それまず自分見るじゃないですか。そうすると勝手に自分自身が勉強していくんですよ。これはテレビっていうよりは、なんか情報に勉強していくためのなんかツールですよね。YouTube も Twitter も。そう。なので、まあ、情報収集っていう観点で言うと、まあ、とりあえず Twitter と YouTube で気になるところをフォロー、チャンネル登録。これをまあ、累計合わせて50個から100個ぐらい、まあ、50個ぐらいですかね、50個ぐらいしておけば勝手に情報流れてくるので、でそこからまた気になった人たちをフォローしたりとか、チャンネル登録していけば、どん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 トレンドの情報っていうのも追えるようになるんですよ。だから僕もだから AI の写真集作った時もまさに本当にめちゃめちゃ早い状況で参入できたりとかもできましたし、そう。なので今だとなんか Amazon インフルエンサーっていうのが出たんですけど、新しくサービスで。で、それにですね、実際にメールが来た瞬間に発信してる情報の人を見て、すぐアカウントを登録したりとかしたりしたので、まあ、結局ですね、勝手に流れてくる情報っていうのがテレビみたいに無駄なことか、その自分を成長するための情報なのか、まあ、こんなイメージですかね、極端に言うと。そう。いやー、マジでそうですよね。テレビ見ても何も意味ないね、あんなの。何も意味ないです。それだったらなんか自分が勉強できることを流してくれる人たちをフォローしておいた方が、もう100倍いいだな、いいかなって感じですね。ツイッターが多いですね、最近は。ツイッターが多いんですけど、結局ツイッターっていうのは、最初の断片的なことで、そこから、ブログでググったりとか、ググってブログ探したりとか、YouTube 探したりとかするので、まあ、ツイッターから入ってブログとか YouTube に行って、でそこから気になったことをまたそのキーワードで YouTube ブログにこうどん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 、派生していくって感じですかね。でとにかく自分でやらないと分かんないので、最初とにかく失敗とか成功とか関係なしにやってみるってことですね。弾を打ってるってことですかね。やってみる。でこれが僕の場合だと本当に1ヶ月間で新しいことって2、3個ぐらいは最低でもやってると思うので、まあ、そうですね。人によってはなんか、そんなやっても意味ないと思うんです。まあ、僕もぶっちゃけ意味ないと思うんですけど、もっと集中した方がいいと思うんですけど、ただもう、何ですかね、まあ、趣味ではないですけど、自分のスキルを高めた方がいいのかなっていう状況ですかね、今は。で、インターネット上にあるたくさんの情報の中からこれはマネタイズできそうだなとか判断基準のものはありますかってことなんですけども、そうですね、判断基準っていうのは、例えば1円ですね、1円がどれぐらい再現性が高く発生するかしないかじゃないですかね。まあ、例えば物販っていうのは安く買って高く売るっていうことなので、一つの商品で利益出すことって可能だと思うんですよ。でも YouTube とかに関してはチャンネル登録1000人いかないとダメだし、4000時間いかないとダメじゃないですか。で、ブログだったら PV 集めたりとか、例えばワードプレスとかドメインとか記事がインデックスされないと、もう Google 上に表示されないとか、いろんな要素が詰まってると思うんですけど、僕はやっぱり一番思うのは、1円でもですね、どれぐらいの再現性を高く稼げるかっていうことにすごいフォーカスしてますね。で、あとはその外的要因が少なければ少ないほど方がいい。例えば広告費かけてアフィリエイトしましょう。これってある意味赤字になる可能性ありますよね。で、例えば FX だと自動売買ツール使って運営しましょう。これも赤字になる可能性ありますよね。あとは外注さんがいないと回らないとか、これも赤字になる可能性があると思うので、あとは例えば月に5万円かかるツールを使わないとダメだみたいな。だからこういう逆に赤字、要は1円稼ぐことが大事なんですけど、逆にマイナスになりすぎないってこと。
の方を僕は結構考えますね。要は1円稼ぐためにマイナスからのスタートだったら大変じゃないですか、プラスになるまで。だからこれは再現性が低いと思っちゃうんですよ。そう、その外注さんとかツールとか、広告でお金をぶっ込まないと稼げないとかっていうのは、だからある意味その1円稼ぐまでのハードルが高いと思っちゃうんですよ。再現性が低いと思っちゃうんですよね。そう、だからもう例えばこの前やった AI の写真集っていうのは、実際に AI を作れるようになって、それをKindle とかで出版するだけなので、はっきり言って無料でできるんですよ、これ。別に広告費いらない、外注さんいらない、ツールいらないってこと、すいません、無料じゃないですね、月額数千円とかかかるんですけど、そうは言ってもそれだけなんですよ。で、別に厳しかったら別に次の月やめちゃえばいいだけなので、そう考えるとリスクないじゃないですか。1円稼ぐためのハードルめちゃめちゃ低いじゃないですか。本当そういうことなんですよ。で、マネタイズできるかって言ったら、そこじゃないですかね。属人性、そうですね。その辺じゃないですかね、基準っていうのは。で、あと、基準は特に考えなくてよくって、とにかく一回自分でやってみるってことなんですよ。とにかくアカウントを一回開設してみるとか、ちょっとやってみるとか、そのツール使ってみるとか、何でもいいんですけども、無料体験やってみるとか、結構あるじゃないですか、今。一回自分でやってみるってことです。まあ、チャット GTP もそうじゃないですか。自分で一回やってみてよかったから課金したみたいな。それと一緒なんですよ。そう。なんか判断基準っていうのは、脳で考えるよりも、まずは手で動かしながら、歩きながら、自分なりに精査していくってイメージですね。やりながら考えていく。で、やりながら考えていって、それでも、これちょっと合わなかったなとか、ちょっと再現性低そうだなと思ったら、別に他のところに行ってもいいと思うんですよ。だって無限にあるので、今。無限にいろんなマネタイズ方法なんてあるので、とにかく歩きながら、考えていくってことですかね。なんか最初の判断基準って結局やってみないと分かんないところってめちゃめちゃあるんですよ。やってみないと分かんないことって。そう。とにかく、数万円ぐらいだったら僕はもう入れちゃいますね、あえて。もう数万円で、例えば5万円の教材で、落ちてて、これちょっと興味あるなと思ったら、とりあえず買ってみるとか。もう僕は全然お金入れちゃいますね。最初に1万でも2万でも5万でも。で、実は、今月からまた僕10万円の、ちっちゃいコミュニティみたいなの入ったので、それぐらいですね、毎月のようにお金をどん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 入れまくってるんですよ。そう。に入ったので、それもちょっとやっていこうかなっていう形になってるので、とにかく基準っていうのはとにかくやってみるってことで、仮に10万円のコミュニティとか10万円のコンテンツとかコンサルを10個やって100万円ですよね、経費使ったお金。でも10個のうち1個当たって200万円でも稼げれば、トータルで長い目で見て200万円でも稼げれば、それプラスじゃないですか。ってことは、プラスになったのになったし、残りの全て10個の経験知識、コンテンツの情報っていうのを手に入れられたわけじゃないですか。っていうことは、ある意味タダでお金稼いだのところで一緒なんですよ。そのお金をかけた費用以上にリターン得れば。そう。なので僕はもう失敗ありきってことはもう当たり前だと思っていて、10個やって10個当たるなんてありえないんですよ、多分副業とかマネタイズ方法で。なので10個やって、1円でも稼げないなんて、多分本当に6個7個8個あると思うんですけど、それでも残りの2個でそれ以上のリターンを得るっていう考えでやってるので、最終的なトータルリターンをですね、プラスに持っていけば全てタダになるわけじゃないですか、ある意味。ある意味タダでもらった情報になるわけなんですよ。だから僕は結構そこをですね、考えてチャレンジしていくっていうだけですね。そう、判断っていうよりはとにかく手を動かしながらやってみる。で、ちょっとでも微妙と思ったら僕はすぐ撤退しますね。損切りめちゃめちゃ早いですね。もうちょっとこれやりたくないとか、もうこれつまんないとか、なんかもう嫌だとか思ったらすぐ撤退しますね。とにかくめちゃめちゃ早く撤退しますね。そこに3万とか5万とかお金がかかっていたとしても、僕はもうすぐ撤退しますね。そうですね。それぐらいじゃないですかね、判断基準って言っても。そう。ようなるので、あと今の時代ですね、情報めちゃめちゃ落ちてるので、ツイッターでもインターネットでも落ちてる、すみません、YouTube でも落ちてるので、とにかく毎日の1時間、2時間の、
情報収集っていうのが後々自分の1年後2年後将来の自分のための投資になるんじゃないのかなと思いますね。この今の毎日の1時間の勉強、1時間2時間の勉強が、最終的に、自分が将来楽になってればいいじゃないですか。そのための投資になるのかなっていうのは思うので、とにかく勉強することをやめないってことはすごい大事だと思いますので、とにかくですね、落ちている情報は今無料で無限にあるので、そういった情報をですね、日々取りに行きましょうということですね。で、ちょっとですね、ワンフレーズでもいい、話があったらですね、ちょっと参考にしてみてください。よかったらチャンネル登録とかでですね、いいねとかよろしく、あとコメントとかですね、コメントとかしていただければ、またコメントをテーマにして読んだりするので、ぜひコメントとかもよろしくお願いいたします。